広島の冬の夜に降り注ぐ130万の光。落葉の木々たちは実り、喧騒の日々を過ごす人々の心には夢の灯火。広島ドリミネーション2010。閉ざされた扉は広島の冬の夜、少しだけおとぎの国へと開かれます。目の前に現れるおとぎの国へのエントランス、どうぞ中へ。地表に落ちた光の結晶に集まってきた動物たちも光り輝きます。見とれている場合ではありません。おとぎの国の扉は5時間半で閉じてしまうと、そっと雪だるまが教えてくれました。輝くクジラに護衛され、光の波に揺られながらおとぎの国を巡りましょう。おいしそうな木々の実りのもと、光の道を進みます。道の先には火の鳥の番人と水晶の柱に囲まれた聖なる滝。聖なる光の水をくぐり抜ければ、そこは蝶の舞う水辺。いたずら心のある天使たちにそっと魔法をかけられます。なんて素敵な魔法でしょう。夜空に輝く一等星から地表に遊園地が浮かび上がります。時の止まったメリーゴーランドよ、回れ。遊び疲れて光のベンチで眠りに落ちると、不思議な夢のそのまた夢に、時を告げる平和の城が現れます。遊びすぎて遅れた客を王様と王妃が待ちわびていました。歓迎のセレモニーが夢のコンサートホールで開かれます。光のフレームで記念写真。夜空には光の音符が漂います。夢の国の守り神である平和の鶴が、おとぎの国の扉がもうすぐ閉じられることを告げます。急いで切符を買い、列車に乗り込みましょう。振り返ると、約束の地に再会を誓った仲間が見送りに来てくれています。列車は輝く煙を夜空に残し、光のレールに導かれ、時の狭間をすり抜けていきます。
平和の城の幸福への階段には、誰が残したのか輝く靴が。毎年広島の冬の夜に繰り広げられる光のページェント、広島ドリミネーション2010です。